はい、ご視聴していただきありがとうございます。信長の野望大使、ウィズパープキット。あれですね。武田信虎さんで信長誕生シナリオでやってます。あ、なんか出てきてるぞ。第3話になります。なんか裏切られてる。なんか出てきた。これはまずいぞ。これはダメだ。反応しちゃったね。じゃあ、私も反応してくる。うん。こう行って、こう?行ってみようか。なんか当たるな。いざ参ろうか。まあまあいいでしょ。まあちょっと様子見ようか。ちょっと後輩も。悪いがこの城もらったぜ。ああ、そうするとあれか、そういうことか。もう全部帰ってきちゃったね。かけやんも帰ってくるね、これね。舞台解散したもんね。うん。じゃあ、これは、行こうか。この辺に置いとこう。進むのだ。これも行こうか。この辺に置いとこうか。進むのだ。うん。じゃあこんな感じで進めていこうか。これは行くぜ。3700。進め。どれ3700。いないじゃん、3700の兵なんか。とりあえず行ってみようか。ただあれだったら二段山から持ってってもいいんだよね。部分入場させて。違う、部分入場。部分入場させて、こいつを入れて、これ合流して持ってってもいいよね。本当に3900来るんならね。うん、3700来るんなら、ね。こいつら嘘つきだからな。これも、ちょっと、ここら辺に置いとこうか。進め。あとなんか、あー、これか、どうしようかな、小田原。兵糧食うんだよな、これが。あんま相手にしたくない。もう返したいんだけど、兵を。なんだよ、もう終わりか。はい、村上さんが来た。したら、もうあれだよ、ここら辺攻め込めないよね、ここら辺ね。同盟だもんね。で、交渉でも従属しないの、こいつね。返そうか。なんか来る。行こうか。じゃあ、ここで待とう。進むのだ。待つとなんか集めてくるね。行こうか。じゃあちょっとこの横まで、進むのだ。横まで行こうか。待機せよ。待機せよ。報告いたします。表情はないな。表情、始めるぜ。対面はなかったんだよね。うん。商業2マス取ってる?取ってるね。取ってるんじゃ問題ない。じゃあ農業。農業対面で行こう。44、36、39。これで表情はお開きだ。で、農業。これ取ろうか。ご命令を。
で、闇取引。この志、果たさずに死ねるかよ。ボヘアップはいいかな、今回は。うん。お城全然取れてないと思うんで。ここ一箇所ぐらいだよね。で、そんなに削らないんで、ここ、岬が全然入らない。ここで、二台山を取った。5000。承知いたしました。こっちも取って、市長だ。ここ、あれだね、防衛しなかったね。はこんな感じだね。そしたら、取引を行いましょう。ありがとうございました。で、売却しない方がいいかな、これ今回。しない方がいいね、多分。35日だもんね。ちょっと交渉しよう、交渉。小田原交渉ついたから、小田原交渉。本当はこっち交渉した方がいいんだけどね。まあいいでしょう。で、小田原交渉成功すれば、ね、多少はなんとかなるかもしれないんで。兵糧も入ってくるんでね。あー、お金がない。先やっちゃった。まあいいや。今回は、商業は我慢しよう。残り31日。で、ここら辺にいれば多分出てこないんじゃないかな。どうだろう、出てくるのかな、パーッと。ちょっと様子見しようか。相手側の交渉の準備整いました。全面解放お願いします。なぜか、ああ、いい、ありがとう。で、8300って言うから、8300から、13000まで上がった。あ、こんだけ増えれば、安心だ。うん。これ返そう、返そう、返そう。したら、兵糧も、こっちはギリギリなんで、58、2ヶ月持つね。大丈夫。うん。よかった、よかった、よかった。あ、そう。はい、ありがとう。このか？ダメだ。手を打とう。こっち行こう。いざ参ろうか。32日。で、こっち側に張り付いたら別にカンバルいらないんで、こっち側のカンバル、寸法を超えたら寸法もらおう。志果たさずして、賞は終えられぬな。ホップ。あー、ついちゃった。これ、あれだね、ダメだね。手を打とう。出てこねえだろうと思ってるんだけど、出てくるんだよね。進むのだ！ほら。出てこないだろうなと思っても出てくるんだよね。手を打とう。ダメだ、取れないね。うん。手を打とう。取れない、取れない、取れない。進め！諦めよう。じゃあ、今川と、講和したいね。講和の職とこうか。承知いたしました。手を。フォローもったいないから、行きたくない。進め！うん。手を打とう。進むのだ！うん、これはね、またしとこう。こっから出していってもいいんだけどね。ここ潰す部隊ならあるけど。待機せよ。長岡、あ、いいですよ。報告いたします。ご命令を。商業とりあえず、商業進めて。は。で、取引を行いましょう。ちょっと売って。かしこまりました。買い足しして。取り計らいます。
こんなところかな。うん。そこ取れなかったら痛いね。小田原歩兵しようか。5000。はだ今川もさ、あれだよね、ベッサーの教えの前に叩かなきゃなんないんだよね。したらやっぱ今行くべきか。兵糧何日残ってる ?213 日ある。そしたらしょうがない。行こう。やっぱ行こう。こっから行って、解除で。4部隊で行こうか。で、4部隊で、8800で行こうか。それなら3回積む。進め！うん。で、いいんじゃないのかな。なんかいっぱいなんか集めてきた。1600戦、なんか知らないけど、すごいなんか変な感じで集めてきたね。俺、どっから行くの来るんだ？ここから来る。1800が残ってる。ちょっと様子見ようか。どんな感じで集まってくるか。行こうか。かけんはいないね。出陣しよう。選挙官来る。選挙官来たら、なんかすごいな。すごい変な感じで来たな。行こうか。小山行ってみようか。出陣しよう。ちょっと様子見よう。選挙官来る。そしたら、行こうか。飯田に行ってみようか。いざ参ろうか。選挙官そっちに行く。じゃあちょっとここで止まるんじゃなくて、こっちにずれようか。いざ参ろうか。待機せよ。6700減ってる。いいんじゃない。これが、なんかよくわかんないけど、なんか集めさせられた。このカードどうよ、これで。ソンク取れない、もらえないかな。これは、負けちゃうね。しょうがない。うん、これは、うん、まあ、いいでしょ。こっちに移動しとこう。なお通称結んどきます。飽きないよ、始めましょう。報告いたします。ご命令を。で、6700ね。いいね。商業詰めて評価を。承知。取引を行いましょう。なんか農業できんの。農業やっとこうか。じゃあ草刈り。はで、兵糧がちょっと増えるはずなんで。取引を行いましょう。3800買って、1700売って、仰せの通りに。よし、いいでしょ、これで。うん、勝てるね。この戦、土地はもらったぞと、部分入場して、こっから花倉に、うん、違うって、ここから行くんだって。出陣するぞ。で、行くと、まあ、ゼロになる。で、行こうか。で、これこっち行く？出陣しよう。集める。行こうか。出陣しよう。こっちも集めてきた。じゃあ、ここに行こうか。出陣しよう。うん。
小山行けないね、これじゃあね。うん、しまった。しまった、しまった。小山行けなかった。行こうか。当たっちゃう。じゃあ、ここに行こうか。出陣しよう。待機せよ。勝てる。これが器の違いってもんだ。で、これすぐ多分取れるんじゃないかな。で、これが、ノブトラがこっちのちょこちょこ攻めていけば、なんか取れそうな気もしないでもないけどね。じゃあ、攻めていこう。手を打とう。止まっとこう。一歩前進で、前進できない。前進すられたら、ここ止まっとこう。いざ参ろうか。じゃあこれで。待機せよ。ノブトラ37日、強行。これどうなんだろうね、采配次第。負けちゃったね。うん。まあ、しょうがないんじゃないのかな。うん。で、なんか、引っ込んだぞ。みんな引っ込んだぞ。小山もう多分すぐ帰ってくるんだよね。小山に向かおうとしてるね。一応向かわしとこうか。出陣しよう。報告いたします。表情始めるぜ。で、炎六公軍が出てきたね。炎六公軍でも多分ここの前提がないから無理。じゃあ対名と、もう一回対名論議でいいか。52、45、37。これで表情はお開きだ。農兵徴用会、防衛装具タップ使わないかと言った。ご命令を。で、防衛しようか。ここが、5000。承知いたしました。こっちも防衛してあるよね。大丈夫だよね。5000になってるの大丈夫だね。まあ、この辺とか防衛はちょっと遅いけど。で、これどういう状況だ、今。あと47日。うん。まあ、いいでしょう。じゃあ、商業進めて。かしこまった。取引を行いましょう。と、闇取引やろう。闇取引入れて。この志、果たさずに死ねるかよ。仰せの通りに。はい、ということで、じゃあ進めていこうか。うん。問題なさそうだね。もう一回ここ当ててみようか。こっから1500人いるから。進め！手を打とう。ああ、今度二人いるからあれだね。今度二人いるから、出てこないね。うん。なんか目覚ましなんか、携帯の目覚ましセットしないのに、勝手になんか、ビロン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 なんか言われてなんかびっくりした。攻撃にしとこうか。60何日？うん。これあれじゃないの？個別でこっち行ったもん。あれこっちだと攻撃力が高い、これがいるって、攻撃力上昇っていうのはいるから、こっちに逃げたってこと？かしこまった。そういうことだね、多分ね。待機戦産力、うん、そういうことだね、多分。じゃあ自動封じでいくか。本気。うん。
で、これがここで待ってよ。行こうか。進むのだ。うん。そうするともう多分出れないと思うんだよね、あんまりね。うん。待機せよ。なんだよ。もう終わりか。ノブタさん取ったんで部分入場して。500。ちょっとしか出ないな。部分入場して。まあ、ノブタラさんここに行こうか。そうすれば、北条の兵を取ったときに、北条の武将がここに来るんだよね。進め！行くぜ！こっち行ってみようか。進め！こんな感じかな。で、もしここら辺援軍とか出してきたら、ポコって一歩動けばいいだけなんで。使いの者が来たよ。あ、無理無理無理。標高44日。報告いたします。まあ、これそうだね。ご命令。時間かかるけどね。あとはこっちはどうよ。おい、17日。いいね、いいね、いいね。17日？ 17 日。じゃあ、あれだ。攻撃に切り替えようか。一点集中。C と、B と、ここに集中しようか。かしこまった。こっちで攻撃で。で、北条落ちるね、これでね。よかった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 。じゃあ、商業を進めて。かしこまった。取引を行いましょう。兵糧カット。ありがとうございました。ちょっと売って。取り計らいます。ちょっと1800も。取り計らいます。じゃあ、こんな感じで、ね、兵糧もね、ちょっと増えたかなと思います。じゃあ、進めとこうか。一大事。武将が裏切りに裏切りを。この城、もらい受ける。はい、ということで、江戸城は落ちました。これ解散します。あれだよね。これ行ったって無理だもん。取れないもんね。これ一個解散します。で、なんか知んだけど来てるぞ。なんかいっぱい来てるぞ。2800、3400、6000。これがここに行こうか。進むのだ！で、これが、手を打とう。こういこうか。進むのだ。で、2個は取れる。で、こいつらがなんかバカだから多分大丈夫でしょう。進めていこうか。この城もらい受けよう。で、そしたらリータニも取れるんだ。行こうか。バカだからリータニも取ろう。出陣しよう。行こうか。悪いが負けられぬのでな。いいでしょう。ここで分断しました。で、これも多分、いい台も取れて、したら、あれかな？もう取れないから、これ入場しとこうか、入場。とりあえず入場しよう。じゃあ、ちょっと進めて、いい谷があと3つか。帰ってきた。したらこれ返すんじゃなくて、じゃあどうしようか。こっちはもう帰ってくるからね。それはここ真横に置いとこうか。進むのだ！だとどこも一歩で行けるからね。なんかしできたらね。じゃあそんな感じで進めていこうか。ただ、それ考えると、どっちか一個残しとかないと、これ、時計に取られんぞ、これ。多分です。今川家。どっちのごそうか。13日。まあ、両方ともあれしようか。取っちゃおうか。両方とも取ろう。しょうがない。
もし取られたら取られたで、どっちみちあれでしょ、これ。松原家とは同盟じゃない。うん。ご命令。同盟だし、取り付けたらそのまま潰しちゃえばいいね。はい。ということで、第4話ね、こんな感じでね、終わりにしていきたいなと思います。とりあえず最後、歩兵だけね、ちょっとやっちゃおうか。小田原の歩兵。小田原じゃない、間違えた。神原。神原の歩兵。と、江戸の歩兵。5000。承知いたしました。江戸の歩兵。掛川ね。掛川の歩兵と、承知いたしました。浜松城の歩兵だね。うん。は。うん。というような感じでね、ちょっとね、最後に馬川がバカすぎたっていうね、ところでね、終わります。ご視聴いただきありがとうございました。